山梨県警察上野原警察署から警察活動の紹介と市民の皆様に向けたお知らせをお送りします。上野原警察署管内で生活している皆さん、こんにちは。こんにちは。皆さんに警察署から特にお願いしたいことについてお話しします。今回は高齢者や子どもを交通事故から守るということについてお話しします。事故が発生すると加害者被害者ともに悲しい気持ちになりますよね。そこでドライバーの皆さんにお願いがあります。高齢者や子どもを交通事故から守る、見る、止まる、譲るの3ルール励行運動についてです。見る、止まる、譲るの3ルール励行運動って何ですか？まず見るについてですが、目を見開いて安全確認を励行するということです。交差点進入時、横断歩道接近時は歩行者等の有無を確認する。自分の車の進行方向だけでなく対向車線や周囲を確認する。早めのライト点灯を心がけ、夕暮れ時や夜間における歩行者の早期発見や自分の車の存在を知らせる。この点について注意してください。次に止まるについてですが、一時停止の徹底、黄色信号で進入しないということです。横断歩道やその付近を横断する歩行者を認めたら確実に停止をする。一時停止場所や見通しの悪い交差点は確実に停止して安全確認をする。信号交差点で黄色信号を認めた場合は無理に進入せず停止をする。この点について注意してください。次に譲るについてですが、譲り合いの精神に徹する思いやり運転についてです。急がず慌てずゆとりを持ち、相手に譲る運転を心がける。譲り合い思いやり運転で心が落ち着き、余裕が持て、的確な判断ができ事故が防げます。この点について注意してください。なるほど、だから3ルールなんですね。これ以外にも早めのライト点灯、ハイビームの活用、反射材の使用といった 3H 運動も心がけていただきたいです。思いやりの運転で事故なく愛にあふれる上野原警察署管内、素敵ですね。